そうですね、この曲は今まで僕たちのどんなことがあっても絶対諦めないっていう熱い気持ちを込めた曲です。そして11月5日の四股組の次のシングル「ネバーエンディング」も「ネバーエンディングストーリー」もリリースになるので皆さんぜひ遊びに来てください。そうですね、ネバーストーリーでね、ネバーネバー、今回ネバーエンディングストーリーだから、この次は多分ネバーギブアップかなるんじゃないか。ネバーだと思います。ブーですか？ブーですか？よろしくお願いします。さあ、それでは皆さん全員でカタランヌでいきたいと思います。それではいきますよ、せーの、カタランヌ。早速、スライカ店野心クラブの応援にカタランヌ。